大阪の港区から1時間ぐらいバスでやってきました。田植え、兵庫県どかようわからん山です。子供会で田植えです。全然まっすぐちゃいますよ。パラパラ、こうやって紐を通して紐の赤いところに植えていくというようなルールなんだけど、なかなかみんなちゃんとできないみたいで、ボロボロバラバラ。はじめはなんか泥が気持ち悪いとか言ってたけど、もう慣れてきましたね。これぐらいやね。これ全部初めての田植え経験、40歳になって初めての田植え経験でした。ガタガタやな、なかなかまっすぐ難しいな。ご飯もガタガタなってまうかもしれんで。